夢少女隊。この番組はスキーとゴルフでおなじみのビクトリアがお送りいたします。エイコン、不思議な不思議な少女です。タヌキ、ミホ、恋に恋する少女です。タコ、チーコ、悩み大きい少女です。チリー、スズメ、少女隊。金沢市小林和重くんからのおはがき。少女隊の皆さんと同じ年の中学3年の受験生です。一つお願いがあるんですけど、小馬金しっかり勉強しなきゃいけないぞーと、チーコちゃん言っていただけないでしょうか。これはきっとあだ名なんでしょうね。そうですね。じゃあチーコちゃんどうぞ。はい、小馬金しっかり勉強しなきゃいけないぞ。だけどこの番組だけはしっかり聞かなきゃいけないぞ。すずめ少女隊。東京都大田区、匿名希望の S さん、少女隊のお三方、初めてお便りいたします。3人が共同生活をしていると聞いて思ったんですけど、いくら3人仲良し組とは言ってもいろいろ不便なことはあるんじゃないですか。何を隠そう、僕も大学の同級生3人と共同生活をしているのですが、一緒に住んでいる男はいびきはかくわ、歯ぎしりはするわ、大声で寝言は言うわ、とても下品なんです。皆さんは一緒に住んでて困ることなんかありませんか、ということなんですけど。はい、いびきはね、3人ともね、こう元気よく書いてますけど、そうですね。歯ぎしりや寝坊じゃないですか。寝言を言う人はね、いない、いませんね。でも寝ててもしかしたら分かんないのかもしれないですよね。でもこう襖に穴を開ける人もね、約1名、相田美穂さんがいましたけど、いましたね。襖先生の人も誰ですか、その人。でさ、最初こうね、襖に、なんだっけ、こう3人で暮らしてから、3日目ぐらいだったんだっけ、空いてたんだよね。そうそうそう。で、誰かなとか思いながら、最初から空いてた。気にしなかったんだよね。で、こう、あくる日ね、レイコがこう朝起きたのよ。じゃあ、おっとね、その、襖に妙な足が入ってるんですね。違うの、それはね、破ったんじゃなくて、あのね、こう、自然に入っていっちゃった。じゃあ、きっとその足はモグラかなんか。そうかもしれない。そうですね。相田美穂さんの足じゃなかったっていうこと。そう、あれはね、なんかね、チーコちゃんだったって噂。いや、そこまで遊んでいきません、私の足は。それからね、はい。次ね、寝相が悪い人。これはやっぱり、チーコちゃんですよね。私寝相悪いです。だってさ、今日だってさ、朝起きた時なんか重たいなと思って、頭がさ、人のさ、こう枕のとこに来て、そんなことあったんですか。もう大変なんですよね。それからね、じゃあ一番良いことと困ること、これはやっぱりね、一番良いことっていうのは宿題をね、あ、そうだ、3人でできるってことじゃないですかね。これをね、先生が聞いていた。ダメ。だから、やっぱりそういうことはないですね。そんなことないよね。そんなことしないもんね。一人一人やってるもんね。これやっぱコツコツ少女隊だもんね。そうだもんね。真面目だもん。そうだね。それから困ることは、これは、お風呂の順番だね。そうだね。やっぱりこう。タタタと入っちゃうのが、レイコでしょ。で、一番最後なのが、チーコでしょ。結構ミホはね、途中私上がってくる前に寝てて、上がったら起こしてとか言いながらね、絶対起きない日もあるし。それで、ちゃんと入ってますよ、お風呂は毎日。でもね、私だって、チーコが上がってくるときは、ミホっていうのは必ず寝てるんですね。だからこう、布団が引いてあると、なんか眠くなっちゃうの。大丈夫、寝ないからって布団の中に入って、寝てるっていう。そういうね、こともありますけど。はい。匿名希望の S さんからのリクエスト曲、少女隊ピンクのタオル。関係に何
それでは、はがきの宛先です。郵便番号107、東京都港区赤坂 TBS ラジオ、すすめ少女隊の係まで。どんなことでも構いませんから、バホバホおはがきくださいね。じゃあ、また明日。すすめ少女隊。この番組はスキーとゴルフでおなじみのビクトリアがお送りしました。